タバコもう23年カオスでしょ、カオス。お酒が強くなる薬が欲しい。コンセプトバー会話がババアじゃねえかよ。うちらもうさ、ババアなんだよ。ババアなんだよ。花粉症やばいっすね。やばいね。みんなやばいんだ。デビューしました、今年。あ、しました。ついに。花粉症の人にマジで申し訳ないんですけど、花粉症マジやばいんだよね、みたいになるじゃないですか。痛いだけでしょ、みたいな。なんかありましたよね。そう、っていう感じで思ってたんですけど、もう今年になったからちょっと本当にごめんなさい。しんど。人に言わなきゃ。そう、もう言わなきゃなんかちょっとやってられないじゃないけど、っていうその気持ちがちょっと分かって。本当に今シーズン入ったんですか？うん、今までなかったですもん。皆様、来てない。私は来てないですね。鼻たまにズーズーしてるの？してるかな。起きてから5時間ぐらいは鼻詰まってる時よくある。あとなんかエアコン掃除してないとホコリにやられちゃうとか。ハウスダスト系の。あ、そうそうだ、あれきれいにすると治る。今度一回アレルギー検査とかしてみたわ、一回ちゃんと。あ、ね、うん、どんなアレルギー、何があるのか、うん、なんか面白いアレルギーが見つかるらしい。それはちょっとやってみたいな。あ、あと治ってたりするとか。あ、逆にね。そう、アレルギーって治るんですか？治る人いるらしいよ。私パイナップルアレルギーだと思って。え、ちょっと待って。そうなんですよ。治ったのだから。毒を送ったと思った。台湾でリアルした後にさ、咳が止まらないとかいうタイミングでお酢を送ってくるっていうね。しかもパイナップルのお酢だから。ダブルパンチじゃん。キウイもダメだったけど治った。パイナップル、キウイがダメだと次桃とメロンがダメになるのって。なんかどんどん増えてくらしいんだけど。そうなの。治ったんだよね。私生まれた時小児喘息って言われて診断されてるのに、35年間なんか何もないもん。やっぱこうもう23年呼吸器官が弱いです。どこがだよって。マラソンとか高1の時に3学年合わせて12と言って何か力を抑えつけられてる可能性がまだあるってことだよね。もしかしたらね、封印されてる何かが、何かが揃うとそれが発揮されてしまうみたいな。全部揃ってしまったらみたいな。それが手に渡ることになる。そうそう、最強の世界が終わってしまうみたいな。魔王復活みたいな。川田君はマリオって言われたり、ターミネーターって言われたり、今度魔王だからね。カオスでしょ、カオス。カマオスにしようか。カマオス。両方両方いい。カマなのかオスなのか。どっちなんだいってね。どうなんす、皆さん男脳だなみたいな感じ。もう酔っ払っちゃったら素が出るみたいに言うじゃないですか、はい、そう思うと私やかっちゃうから男の系なのかしら。記憶ない時オラーってなっちゃうから。まあやかる女もいるから。まあ確かに。それはそうだ。そんな人私もう説教ババアだから、もう脳みそババアだからでしょ。年齢設定までする。だってこの前も飲み行った時にそこの従業員さんとかにね、どういうこと、どういうつもりでやってんのみたいな、めちゃめちゃ言ってたよ。何で怒ってるの？わかんない。最近すごいマジで自分でお酒弱くなったなって感じるもん。なんか酔いが早いというか、年を重ねるとやっぱそうなってくるのかね。まだいけると思ってたのに全然いけないんだもんな。二日酔いの薬とかいらないから、お酒が強くなる薬が欲しい。その場をなんとかしのげる何かみたいな。そうは欲しいかも。この間水飲んでたんだけどさ、最初だけ飲んでも途中から忘れちゃってさ、誰がこれ置いたのとか言って、なんか自分で片付けてた記憶はある。もう点滴しながら飲んだらきっとすごい飲めるよ。ああ確かに。みんなこういうガラガラ持ちながら、レシピでここですれ違うとガーンとか当たるんでしょ。なんかこんな。白い患者さんみたいなやつ着てさ。コンセプトバー。患者のコンセプトで。ああ、いい。名前のバンドとかもつけてる。ボトルキープも全部そういうのでついてる。あ、このパックみたいなやつ。いいね。で、こうやってあるでしょ、ついてるでしょ。やるすぎるコンセプトバーですね。そうだね。でもそういうのも大事かもね。そういう患者しかいないじゃんね、ここも。そういうようなやつとかじゃなくて、患者。言い切りの形。もう春になってきた、高くなってきたから、そういうちょっとおかしな人がもういるけどね。なんか見越して出てきてる感じがする。なんかもうあったかくなるぞ。そろそろかなみたいな。それ今日もあったかいと思ってさ、この状態で来たんだけど、とんでもなかったね。ちょっと寒いね。風が強いしね。そうね。今日夜2度まで下がります。マジで。気づいたの、あの
減量中ってさ、食べる量をちょっと減らすのよ、気持ちで、うんうん、で食べるものも変えるんだけど、うん、そうすると寒いの。あ、減量中すごい寒くてさ、コロナだった食わないと免疫落ちるんだろうね。でも痩せたいんだよね。どうしろというの。だからもう体型維持体型維持だったら別にまああんま変わってないから、うん、なんか基礎代謝が1960ぐらいあるんですよ私。普段の人ってどのくらいなんだろうね普段の人って普通の人の基礎代謝ですよね。あ、そう、30代男性で1500。そうですね。成長期の子供よりも代謝激しいってこと。成長期だったの。成長期食べなきゃじゃん。15歳から17歳が一番人間の中で代謝が激しいんですけど、うん、1610ですからね。その肌とかちょっと痛くなるんですけど。お姉ちゃん思春期まだ長いね。終わったらすぐ更年期みたいなこと。平気でさ、さっきめちゃめちゃケンタッキーとか食べてたけど、私家出る前にめちゃ食ってるからね。そうでしょ。走ってきたとかじゃないよね。だったらわかるよ。走ったんだかって、うん。カロリー消費をずっとしてるから熱が生まれてるってことですね。まあ、冬の北海道で汗かいてんのマジ笑えるよね。ダウン着たら暑くなっちゃう。しかもあれがあのエアリスム。半袖、半ズボンで登校してくる小学生とか。なるほどね。冬にいましたよね。いたいと。それ私。こんにちは。この前も一緒にテニスやらせてもらった時も真冬で、でしかもすごいちょっと風がピューピュー吹いて、もうみんな寒いね寒いねとか言って、もうモコモコとかみんな来たりしてるのに、一人だけタンクトップでやってる。動いてるからみんな暖かくなるかなみたいな感じで、もう全然今日も本当マジ暖かくならないね。え、そうとか。なんなら私椅子に座ってる時もだからね。あ、そう。動いてない。動いてない時も。もう今より動かなきゃいけなくなっちゃうってことよね。お店もう動かないですもんね。まあそんな言っても。お店でずっと立ってて、終わった後にやっぱ座ってあーってならないですか、腰痛いな。全然。あ、それはならないかも。それはないかも。会話がババアじゃねえかよ。うちらもうさ、ババアなんだよ、ね。この間編集してて、昔の動画をちょっと見直してたんですけど、はいはいはい、はい、生き生きしてましたね、やっぱね。最初最初なんかもっと、やっぱちゃんとお構いでした。ちゃんとお構いでね。自分で慣れちゃったのかなと思ってたんですけど、改めて見たら、うん、あ、おかまっぽいんだって思いましたよ、昔の。本当、本当、そう、私変わってるかな。あ、変わってます、変わってます。あ、本当に。おーい、お茶飲んでるね。ね、寝坊よ。あ、本当。いや、いやだ、ごめんなさい、たまにね、ちょっと目が見えない。回ってんだよね。回ってますよ。あ、回ってんのこれ。伊藤エルミテルさん、すいません。伊藤エルミテルさん、始まったと最高よね。急に説明した。30超えたらまた変わるよみたいな、よくみんな言うじゃないですか、この人で。でもなんか、あ、はいはい、どうせそうって言いたいだけだろみたいな思ってたけど、なんか卑屈だね、さっきからずっとそういうことしか思ってない。一回人に言われたことは、あ、はいはい。でもやっぱ自分がいざなったら、やっぱ明確にできなくなることが増えた。例えばなんか、まあ友達と夜ご飯行きました、まあ、どうせなんか今日もオールなんだろうなとか思ってもちゃんと終点気にするとか。どうせが入るんですよね。なんで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 。もうだからそう思われてる。化粧のインスタライブしてたらまたやそこまで言う。ベクってなんだよ。やっても変わんねえよ。そう思ってない。本当に僕はもう監督が悪いですから。今のは僕が悪かった。本筋の話ができないレベルまで広がるとは思わない。コメントでも最近言われてるんで、ユージさんに当たりが強いっていう。でも私別にそんな気にしてないんで、スカートめくりしてくる小学生だと思ってんで。いや、なんでちょっと好意だと思ってた。何の話でしたっけ。なんだっけ。花粉症なんだっけ。花粉症はずいぶん前の話。あ、そっか。もうこれが多いよ。これが多いです。